2桁がいいな。ございます。155 ちょっとエグいな。はい、155です。微妙に。今日は日直様式スタイルです。ございます。さあ、まあメインは無理やと思うんで、どないしよっかな。やっぱ外線とか埋まってるな。窓2が無理っすね。窓2無理やったからこっち行くか。これにします。はい、リベンジ。はい、ということでございます。ドラシアの時期です。マサムネ2を撮りました。何回か収録で売ってるんですが、なかなかね、結果の方が出せないというような記事でございます。で、相性が多分あんまり良くないのかもしれないんですけど、もう毎回毎回ちょっとマサムネにフルボッコにされてる状態なんで、今日ばっかりは何かしら結果を残して、長秀吉なり、でも一回中段チェリー引いて買ったことあるんですけど、それ以来なかなかいいとこ見せれてないので、今日はちょっと長秀吉を目指して、ぶっ込んでいきたいなと思います。で、昨日、奈良県で実践やったんですよ。で、その SDG の EX の代行ですね。でやってたんですけど、もう打ち始めた瞬間プチューンしてちょっとやっちゃったんで、多分今完全に流れ来てるという状態だと思うんで、今日は大丈夫だと思います。ちなみに1個分かったのは、 SDG の EX 中にゴッドに行くと EX が落ちるという法則があったみたいです。なんでどっちが得か分かんないですね。まあそれは置いといて、今日は政宗を取ったんで気合入れて頑張っていきたいと思います。ということで今日も下克上。下克上。はい、ということで、好きは好きなんですが、なかなか、結果から出せない政宗からいきたいと思います。で、前回も説明したんですけど、今回もさっくり、さっくりってことはないのか、ざっくり、要はモードがまず広角と通常とかがあって、でその間にレア火薬を引いて、で対決前兆を目指すと。で対決前兆中に、書き換えてボーナスを目指すっていう感じですね。じゃあまだまだ打ち込みが足りてないんであれなんですけど、前回打った時、設定が結構絞り込めるんですね、この台って。終了画面やったりとかで、それで絞りに絞り込んで設定3が濃厚になったんですが、設定3って秀吉決戦の振り分けが 50% と 80% しかないっていう、すごい厚かったみたいですね。1回入ったんですけど、そういうのとかまだまだその作り込まれすぎてて知らない部分がまだまだ多いんですけど、とりあえず楽しんで打っていこうかなと思います。お、カットイン、チューチェチャンス目ですね。ああ、よかった、入った。398ゲーム。年家どっか行け、どっか行け。ああ、これはこれはいい。今リプレイ4ゲームがリプレイ引いたら8分の1で書き換えやったかな。ラスト一発引いてくれ。よしよしよし、一発欲しい。家でいいよ。浮きたか、書き換えてなさそうな気配。ここでちょっとチェリー行こう。チェリー、あとはチャンスアップ、チャンスアップ出ろ。ないか。政宗さっき攻撃したらいけるかも。あー、でもレア攻撃できましたね。チャンス目がいい。スイカか、これはあかんか。一応プッシュ出ましたけどね。王者危ねえ。もしかしたらこのスイカっていう可能性もなくはないかな。まあそれが負け物の時のリプレイで書き換えたか。まあここはいいですよ。とりあえずここでバードロイをいかんこと。バカ、違うんやって。ずっと滑る可能性もある。ダメか、ダメ。欧州ボーナスですね。まあ仕方ない。終わりそう、耐えろ。
あ、終わった。あ、高設定の、高設定のスターやったかな、高設定のキャラとアップ、メゴ姫の画面ですね。エロい。だからまあはちゃめちゃに強いわけではないかな。 1.7% の 6.5%、 15% っていう感じですね。チャンス目、あ、これはさすがに書き換えとるか。いや、しかも赤の500で1000円からシェリーもいた。教授やったら 2V1 ですね。 2V1 さすがに書き換えた。これは負けへん。リプレイもいいとこ。よし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 。もうほぼ格みたいなもんっすね。今の引きがあれば、今の俺は強い。さすがに外れん。はい。いや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 。もう3枚目ですね。めちゃくちゃ早い。大丈夫か、まさむね。今日ブスト出たけど。あがっかー。4枚目ですね。どうも低投資ってわけにいかへんな、この台は。にしても早いし、もう700ゲームやから、まあこのまま天井行った方がいい気もしますね。こうなったらすごい煽りが来てる。カットに入りまくり、当たり前。これが天井か。35,000 天井でございます。使いすぎ。大雑把に3分の2で青7になるんで、これはさすがに取ってくれんと、ほんまに死ぬ思いする。ここまでの努力が水の泡になる。いや、いや、まだ分からへん。滑れ。なんで裏面で、それやったら、いや、もうここでちょっと天下道を取ろう。それしかない。うわー、マジかな。でやんかー。これ何やったっけな。影勝かわいいけど、まあ高設定のちょっとあの弱パターンの方ですね。高設定したの。いや、それ出たところでよ。これ投資はどないすんねんと。いやー、ちょっと流れ良くない、これは。よし、ジャックいらねえ。弱水がどっちかから出陣。ちょっともう引き戻そう、早いうちに。影勝つ。うお、おっさ、よかった、いったね。38ゲーム戻した。もういいでしょ。いや、そろそろ7揃えた時の入り口入るかみたいな熱さが欲しいんですよね。これじゃないやろ。いや、これじゃないやろ。面白くないって。滑れ。おっし、よし、よかった。これがいいんすよ。危ねー。いやー、やっと、やっと。ええ予定やな。ほんまに予定やな。さあ、一発目ファーストチャレンジ。赤、青か。こっちもね、来いよ。ふう、あー、ダメか。第3で復活もありえる。ない、突破のはダメでしたね。で、ART なんか細かい話したら、その5個のテーブルやったかな、まあ4つか5個の、シナリオがあるんですけど、まあ、とりあえずここの兵力を上げていって、ここの右のオーラ弾を、まあ、最低でも ME の球をついてつけて、対決のその当選率を上げるのを目指す感じです。
じゃあ最終兵力がもうたまりにたまりまくって、最終形態がこのベルなんですけど、ベル行くたびに対決を抽選して、でゲーム数もいっぱいあったらもう無限 RT です。やっぱしょっぱな人形師を持ってくるか、それが薄いそのいいシナリオ、この MB 以上の弾がつきやすいシナリオとか持ってこん限りはこう駆け抜けちゃいますね。あとは左ファーストを引っ張ってくるだけ。ダブルテンパイすんな、それがあかんて、耐えた。うお、いやでもこれは初始貫徹でいかないと、そろそろ多分左順押し順ハサミが来るはず。いやーこらこら、それあかんねんで、すごい、あーくっそー、あーダメか、まだまだ耐えてますね。よっだちょうど6回目じゃないからそのオッシュンタク、あ秀吉よ、しかもレバーでかいんで10ゲームの末秀吉ですね。おおっさ、銀7添えられなかったですけど、あんだけのやつもうこれで入りましたね。7揃い2回目で入った、よっしゃ。さあここの色に注目、黄色、緑以上が欲しいんですけどね。さあ超秀吉ぶち込もう、今日は早いこと入りましたね。前めっちゃ苦労したけど、要はここ全部つけたらいい話なんで、オッケー、スカーヘンが次だ。だから左ファーストがこの炎のこの左のとこなんで、もう要は左ファーストいらないんですよ、中身と右だけでいい。左ファーストいらん、あーいらんて、あやべ、早い、まあこんなもんじゃこんなもんですけどね、 50% の売り上げが多いんで、やっぱり3位以外は1位移転しましたね、2位以上超えろ超えろ超えた、超えたら熱い、うお超えた、超えろいけ、あーでもでかすごい、最初の10ゲームってなったやつが200やったってことですね。名乗りを上げよう、兵力アップの特化ゾーンですね、設定差あるやつ、曲がむちゃくちゃいい初代政宗のポジューローピックの、BGM ですね、素晴らしい。最終、まあそんなたまんなかったですね。で武将バトルに発展、ハゲカツなんで熱い、 OK。ただ、ART 中の影勝は通常時と違ってリプレイの3分の1に下がってます。ただやっぱ引きやすいんで、こうやって勝率は高い。 OK、 3回引いた、いける、復活、バックバックなんで。ちなみにさっき10って上乗せの時10のやつは秀吉決戦確定で、他にも熱いのがたくさんあって、まあ、プラス456やったら、まあ、それ以上の設定確定するのと、あと、プラス7って言ってたらめちゃくちゃ安いです。設定4以上確定して、80% の秀吉決戦とか、あと66やったら設定6の100ゲーム以上の乗せとか、一番熱いのは、スズメ柄のレバーが出たら超秀吉、まあ、いつもと違ってれば何でも熱いって感じかな。ああそっちか、今日で無理か、怪しい、プッシュ出たからある、復活、ダメか、一応2回引いてますね、しっかり、よっしゃ、
めちゃめちゃ楽しくなってきた。これぞ正宗って感じですね。さあ3回目の青七揃い、なんか違うの出ろ。30デフォルトですね。ないか、まあ、でも3分の1とりあえず悪くない状態です。残り150あって球も4つあるんで、ベストはもうここまでいけば、ああ終わっちゃったっていう話をしたら CB、MB なくなりましたね。ちょっと引き際でしたね。終わった。ああダメか、くっそー。7円9枚。まあでも一応応数ボーナスの終了画面でこう設定したが2回出てるで、強いパターンも一応出てるっていうのと、あとまあもしかしたら弱点からの本殿長が1回出てるっていうのと、もう少し追ってみようかなっていう風に思います。あのミッションが、まあ、7月末まであるんですけど、正直今のペースやと、まあ、結構厳しいというか、なかなか、ね、厳しい戦いになりつつあるんで、まあ、今日あの超異常決戦を、まあ、目指して、まあ、引いてやる勢いで打ってるんですけど、まあ、もし引けたら、もしよかったらチャンネル登録というか、あのミストの方に協力してもらえたらなと思います。あかん、ストレートノーマルですね。さっきのメダル700枚、追加投資36本目。そう、全然当たんなくなってきたんで、全然大したことはじゃないんですけど、この間びっくりしたことがあって、あのおばあちゃん家行っとって、まあ、要はあの人生の先輩たちってなんかすげえ知識とかあるなと思ったことがあって、あの封筒を閉めたいかったんですよ。なんか郵送物があって、でノリがないってなって、おばあちゃんにノリないかって聞いたらないって言うん で、ちょっと待ってくれって言われて、何持ってきたんかなと思ったら米粒一つも持ってきたんですよ。でそれをあの塗りたくって潰して閉めたらもうパッて閉まったんですよ。すげえなーって思って、だから人生の先輩の人だってすごいなって思う話です。早く当てたいと思います。天井です。今日も2回スパンで天井2回来るとは思いもしてへんかった。44,000、さすがに青柄引っ張ってこい、怖すぎる。うわっ、ややく驚愕しろ。いやスイカちゃんあかん。うわちょっと待って、それはないやろ。いや滑る、さすがに滑る。もう無理やって、やばい。3分の2で青ならやで、ね、ぐっちゃんに言ってもしゃあないけど、信じられへん。まあ全然あることなんですけどね。ただに精神的にきついっていうだけです。あー終わる、耐えろベル、終わったー。永遠つない。あでも決戦ポイント100ポイント以上ですね。とりあえず100ポイント以上、200のやつが出てほしかったけど、100ポイント以上か。まあでも100後半かもしれないですからね。一応追い続ける根拠ではある。一応おさらいなんですけど、決戦ポイント100ポイント以上吉田が出たんで、200ポイント以上で青七が揃った場合は秀吉決戦が出てきて、で255ポイント以上までたまりきったら超秀吉が飛んできます。
まあやっぱ青七が揃えまでの間に揃えちゃったら255届かないんですけど、まあそれまでずっとバードロイドからしのいで255まで行ったら超秀吉まで届くっていう感じですね。一応夢はある感じです。夢はあっても金がなくなります。ダメか。あ、リプレイかこれ。2分1。よっしゃ、間に合った。そう。もう。これがきつすぎる。OK。早い。なんとか寄ってきてくれてますね。32ゲーム。こうなったらもうとことん追いかけるしかなさそうっすね。出てくれ。あー、イロハか。本店長っぽい。よし、よし。あー、久しぶりに聞いた。この音はマジでマイナスイオンして、今の俺からすると。これちなみに最初の突破で3秒やったら秀吉確定とかあるんですけどね。青か、溜まってへんのかな。あー、溜まってないか。まだ100台ってことですね。逆転が、お、よし、逆転が2連発で、これ逆転が2連発引いて伝承始まってるんですけど、この時に伝承始まったの、まあ、その時にプッシュボタンを押したら、あ、これ、まあ、これ出てるんで、あの本店長濃厚になります。あとなんかここに越後ザメ出たりとか、あとこの敵艦のランって書いてあるその横に忍びの帰りとか出たりしても本殿長濃厚で、あとなんかここの政宗君のこの兵力とかがわけわからん数字になったりとかっていうのも本殿長濃厚になったりするんで、この前兆始まったタイミングでこうプッシュボタン押したりしても面白いかもしれないです。まあこれはとりあえず勝ちますね。まあ多分あれかな、あのあれですかね、ウクタなんで突入の時の、お、これはちょっと待って、超えたら秀吉決戦、ここ超えたら頼む、超えてくれ、超えろ、あ、超えてる、秀吉決戦、秀吉決戦ですね、きたー。よっしゃ、プッとか別に出ないんか。秀吉決戦確定です。で、これがあの決戦ポイントを解放しての、秀吉決戦なのか、それとも普通に奈良揃いの時のものなのかっていう見分けは、あとはここのタイミングで分かります。ここというか、あの秀吉決戦入ったタイミングですかね。で、30ゲームで、この時に閉まったタイミングで紫色に光ったらそれは決戦ポイントで秀吉入ったことになります。さあ、どっち、どっちだ、あ、決戦ポイントですね、紫になってるんで、200溜まってたってことです。で、青、よっしゃ、頑張ろう。まず1回目ちょ、50杯嫌やな、こっから頑張らなあかんもんだ。頑張れ、 OK、 大丈夫ですね、ナイス。ちなみにこの7ぞろいさせてるとき、シングルやったら 1% で秀吉決戦のストックしてます、ストックの抽選。ダブルやったら 5% ぐらい。粘れ、これは怖い。あー、ダメか、復活。50% やったかな。とりあえず90ゲーム以上ですね。これがどうなのかによって100ゲーム超える、超えたら100ゲーム超える。ダメか、90ゲームですね。
まあ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 、一発入ったら100ゲームに戻るんで OK。 でここでまた追加、いろはちゃん、何かが起こるってことは、ふん、特になんもないって感じで、ちょっと面白かったりします。ただ家康ベル一発は引いてくれ、よし OK、 超えろ、あーかっか、いやー卵2個しかない、もうここでエスパーになるしかないっすね。とは言っても言ったことは曲げないですけど、ハサミでダメか、250枚、いやー秀吉決戦入っても伸びないですね、厳しい。おさあ間に合ったよし、気持ちがよろしい、 OK、 デカレバー来い、ちっちゃい、こんだけデカレバーやったらね確定なんですけど、こっちもダメか、入らんか、どっち家か、お前倒すっきゃない、あ横やりで影勝つ、毛利がいい、あ場外からやってきましたね家康が、ナイスベル、ダメなんか、どうした、危ねえ、なんとかダブル50以上ですね、 ART 中はナイス、50か、いやー左すらも止まらん、秀吉やっぱ遠いな、負けるな、譲んだ、よっしゃ、なんとかいい具合に粘っておる、よし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 、そろそろ入ってもいいんちゃうか秀吉、頼むってダメか、いやいけるぞ、よっしゃ、いけいけ、うっそーオッケー、もう一丁オッケー、あーモーリア秀吉ネゴイメがおったな、超えましたね、だからこれ超えるの、 ART する超えるんかな、ちょっとごめんなさい、 OK、今日3回目の秀吉決戦ですね、1回もうまいことやれてないんで、継続できてないんで、そろ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 ぶち込みたい、ダブル美味しい、50ゲーム、おお青文字ですねこれも秀吉確定です、よし、ここのバイブがいいっすよね、黄色頑張ろう、集中しよう、秀吉のストック欲しいですね、大丈夫、ダブル、あーダブテンは嫌やな、揃え、よっしゃ、50以上ですね、金赤がいいぞ、でほのめだ、あと3つ、右は全部溜まってんねよな、粘れ、うっそー、あかんか、110以上ですね、
ここ50以上3桁欲しい。超えたら熱い。超えろ。50か。ここ次第30か。あ、じゃあ130か。ここ50か。130ですね。で、医療実測がもしかしたらあるかもしれない。ないが。ラスト早かったな。何も起きず。いける。ダメか。伸びきらないっすね。676枚終わった。うわー、負けか。ここで負け多めやな今日は。お、来た。295分の1だったっけ。負けるな。信じるしかない。ハサミを信じろ。ダブテンあかんて。揃ってくれ。おっさ、まさかのダブル、ダブル揃い100。オッケー、ありがたや。いや、汗がやばい今のは。オッケー、4ゲーム目の、本日4ゲーム目の移動し決戦いきましょう。青頑張ろう。集中しろ。いや、初期100はもらえてるから、これで130以上。こっから踏ん張れ。なんとか揃ってくれ。うわー、実質3発やもんなこれ。ダメか。いやー、なかなか上手ではないっすね今日秀吉決戦。超えた、超えた。150ですね。まあ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 、初期100に助けられましたね。150でかい。ダメか、ラストたまりそうやねん今日は。炎メーター間に合わんかった。セーフ。うまい。いやー楽しい。30か。でかればない。耐えた、よくやった。利用しはなし。なんか落ち順当たった時不思議とまだマイナスやのに楽しくなりますね。左右中、435。いや、持ち玉で言ったらだいぶ巻き返してきました。あかん、それはあかん。いやー、ここに来て痛いな。あー早い。 OK。 あー、今の間がいい。今日はこれでいくよ。もう揃ってくれ、いけ。あー、かっこ。いやー悔しい。今のは悔しい。お、ちょっと待ってください。仕事を書く、ちょっと調べます。あ、3以上ですね。前作のキャラクターの3人で3以上ですね。だから2が否定されたと。つまりは3もしくは5の可能性が高い。まあ可能性としては6もあるんですけど、まあ天下道がね、もう5000回程度回して1回も来てないんで、まあちょっと6の線はいろいろと含めて、まあ、天井2回も行ってるんでないのかなって思うと、まあ3か5なんかなっていう感じですかね。ただ、3やったらこれだけ
入れ打ちやってるんで、多分 80% 持ってきててもおかしくないですよねって考えると、その入れ打ち決戦ちゃんと持ってこれてるんで5の可能性が一番高い気がします。なんですが絶賛マイナス1500枚以上って感じですね難しいんやわ。よし早い83ゲームかな。最初の協定で入ってんのか今の協定で入ったのか怪しいけど、浮きたか。あるあるぞ、プッシュ、おっいったろ、よーさ早い。114ゲームさあ、どうこの方が最後仕留める7を、俺に7をくれ。どういやまだ分からへん、滑ってくれ。うおーっと、おっしゃよっしゃ、可能性ある。おいまさかと思った、完全に上げましたかもしれない今ダブル。まあ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 50でかいの、5い、いやちっちゃいねんな。いける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 、入ったらいける、入ったらいける。あーマジかよ、この50ゲームで仕留めよう。よしよしよし、電池起きてますね、場内固まってきてる。あ、でもこれはおそらく勝ってそうな本電池っぽいですね。 OK、 確か ART 中の3分の1かに下がってきた気がします。リプレイ2回目、3回目、まあもう間違いないでしょ、さすがに外れ。全部4ゲームともリプレイ、もちろんありがとう。お、なんか今秀吉の煽りがなんか入ったか、30でかいの、ちっちゃいか、赤いける、よっしゃ、青かでも、ちょマジでここしかない、最後の入り押し決戦、まあ、ここは揃いますね。ストックしたいですね、入り押し決戦の。さあこっからよ、問題はここで終わってるからね、営業。おストックするかもしれん、金7で、よっしゃ、ストックでかい、いける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 ぞ。いや終わるんかい、まあ多分 50% でしたね、終わったか。あれもう1個ストックあるんで大丈夫、めちゃめちゃいい音になりますねすごい音やな。30超えるか、60ゲームですね。でもう1個次のレバーで入る、よし。でもホノメーターが消える、緑、これは50じゃないかもしれん、ホノメーター継続されてるんだ、めちゃくちゃ大事。やりファーストレーきっちりついてくれ、よし OK 大丈夫、ナイス、ほんま集中しよう、いいぞ。あと3つですね、右ファーストが欲しい、
ングバースト、そうこれ取ってくれ後期ナイス、オッケーオッケー、アドバンスですね。残りが真ん中の右なんですけど、中左右と右中左の押し順でつく抽選してるんで、欲しいラビはそこですね。勝つ継続、おこれこれこれ、どれ、あーなんでやねん、継続、うわーちゃんと言った押し順は来たのに、マジか、惜しかったな。超えろ、30、合計120ですね。うわー悔しい揃ってたら全点とありましたね。今のはめちゃくちゃ熱かった。あ、ついてるか、よかった、今日手についてないかと思った。これはあるかもよ、ふん、あ、今キロリの兆しって書いてましたねこっちはでもなんもないか、あ、あ、はい、来たー、勝つかもしらん、いや、なんもう変わらんでいいのに変わらんかったら秀吉やったのに、お前いらん横やりやな、まあ、とりあえず勝利は勝利でしょうまあまあ OK、 はい、ここでレアクエス、いや完全に流れが来てますね、これもっぱせやりたい、シングル50ゲーム、美味しいですね。今日赤が見れないですね、一回も。こっち行ったらある。あるよ。来てみろ。よっしゃ。よっしゃ。いける。いけるいけるいける。はい。青が。まくれるぞこれ。ナイス。興奮が収まらんけど、青でねここ目指すのはちょっと難しいから、とりあえず継続を意識して、早い復活、いやー 50% はちょっと難しいな、60ゲームですね、あーじゃあ80ゲームか、まあ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  OK、 ありがたいです、いけるって言った20秒後ぐらいに終わったな早く終わりすぎや、いやどうにかなるかもしれへん、ここまでがラスト、ただ今日はここがうまいぞ、いつも通り、いつも通り行こう、ダブルか、あーまだチャンスある、ちなみに逆押しでした、あるぞ、終わったか、560枚、あれも夢は見させてもらいましたね、投資分回収はできなかったですけど、はい、ということでちょっともうさすがに時間がまずいというか、まあもう時間がもうないので終わりたいと思います。最終でも1000枚前後ぐらいは回収できましたね、ということで設定的にはおそらく棒が一番濃いのかなと、いろいろ加味していうふうに思います。下克上、はい、お疲れ様です、まあちょっと負けたんですけど、なんか気持ちは晴れやかというか、
まあ、やっぱ最後にあれを持ってこれた、秀吉決戦持ってこれて、それも2回持ってこれて、まあ、結果はちょっとこんな感じなんですけど、まあ、なんかその次に繋がるような勢いをなんとか持ってこれたのかなというふうに思います。投資が49本 ×47 枚、まあ、かなり入れちゃったんですけど、回収が1090枚ぐらいという感じで、まあ、それでも継承ではないですけど、まあ、なんとか最後ある程度取り返しつくことができたんで、まあ、良かったのかなというふうに思います。で、まあ、設定的になんですが、多分そうですね、3か5なんですけど、まあ、おそらく5の5かなっていう感じなんで、まあ、秀吉決戦もそれなりについてきたんで、ただ単に僕の、うまいことやれなかったこの引きの弱さが出たのかなというふうに思います。多分ある程度ゲーム数持てば多分終わらんのかなっていうふうな思ったんですけど、そこまでが敷居がちょっと高いのかなっていう感じですかね。あとはまあ今日はすごいエスパーというか、まあ、今日はちょっとハサミ押しを一択でやってたんですけど、だからこそ、そのハサミ押しを引く6分の1のレバー音が上手やったのかなっていう。だからエスパーの楽しみ方と、6分の1を引きに行くっていう、多分2つの楽しみ方ができるっていう思い方というか、捉え方ですかねっていう感じですかね。なんで僕はその6択の6分の1を取りに行くっていうレバー音で今日結構うまいことやれたんで、よかったら皆さんもこういう感じのイメージをしながら打ってみてください。はい、ということで、まあ、ちょっと結構笑っこんで負けても笑ってるんですけど、まあ、やっぱそれだけの目的に、収穫があったというか、いう感じなんで、ちょっとまさぶね、今回は負けちゃったんですけど、またいつか、負け出しできるように、秀吉決戦、超秀吉決戦、ぶち込みたいなと思います。今回は、ありがとうございました。また頑張ります。400話なんで、最高のイソバルレバーオンで行きたいなというふうに思います。激アツ。最後まで見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。下克上。